こんにちは、花龍馬さん。健康問題について、まあ、本当にね、生真面目なことをお話ししようかと思います。私はね、基本動作がものすごく大事だと思ってるんですよ。基本動作ってのは、まあ、いろいろとありますけども、まずね、型を作ることだと思います。例えばね、一番単純なのは、朝6時に起きてちょっと軽い運動をして、それから7時ぐらいに朝食をとる。で、朝食っていうのも朝はね、あんまりね、激しいものを食べるんではなくて、まあ、スムージーですとかヨーグルト、こういったもので済ませるのがいいかなと思うんですよね。そして10時か11時ぐらいに、これちょっとね、間食をとるかなっていうところですよね。間食には、まあ、パン 2,3 個とかっていうのもいいかもしれません。まあ、バナナとかフルーツもいいかもしれないですね。とにかくね、お昼ご飯を食べる前にちょっとだけお腹を満たしておくって形です。これはタンパク質の補給っていう意味もあるんですけどね、私の場合はプロテインです。で、まあ12時から1時の間に昼食をとるわけですけども、まあ、この時はね、お米を中心とした、まあ、漬物、そして焼き魚、こんな感じですかね。きちんと食事も作ることですね。作ることによって自分が何を食べてるのかってことを認識しながらね、それからカロリーの計算ですとか、それからその他のね、栄養素、ビタミン AB とかね、カルシウム、ミネラル、鉄分、亜鉛、こういったものも意識して摂るようになると思います。足りない分はサプリメントで補給ということですね。で、料理をするっていう動作もやればやるほどどんどんね、段取りが良くなってきますし、調理器具もすごくね、使いやすくなってくるんですよね。で、包丁もしっかりと研げるようになるとか、いろんな要素があります。得意分野が増えるわけですよ。しかもそれをYouTuber ですから、撮影して放送するという機会にも恵まれるんですよね。そして午後なんですけども、2時か3時ぐらいにやっぱり間食をね、軽く取ります。これは本当ビスケットとかスナックとか食べればいいんじゃないかなと思います。で、夕食ですけども、夕食は6時ぐらいにしっかりとしたものを食べるって感じですかね。それからあと4時間ぐらい活動します。で、10時11時ぐらいには睡眠就寝という形になります。で、しっかりと7、8時間眠ると。眠る前にはいい音楽を聴くといいですよね。最近はこういったスマートフォンからワイヤレスの Bluetooth イヤホンとかありますんで、眠りながら耳に入れてね、聴くことができると思うんですよ。まあ、そういうふうにして、これを一日のサイクル基本にした上で、さまざまなことをやるといいんじゃないかなと思います。で、在宅っていうのはこれができるんですよ。出勤っていうのは思わぬ残業があったり付き合いがあったりとしかできないんですよね。規則正しい暮らしをまず送る、型を作ること、生活の型を作ることによって、多分ね、在宅でやるビジネスにも型ができてくると思うんですよ。私の場合は深夜1時から2時に起きて、そして朝6時までには全ての活動を終えるっていうサイクルができてます。だから日中ものすごくね、自由度が高いんですよね。家事もできますし、育児もできますし、外出も計画的にできるんですよ。で、食事の時間もきちんと決めて、お風呂の時間も決まってって感じですよね。それが崩れる時っていうのは、まあ、イレギュラーでたまにあるんですけども、それをフォローするために何日も前から用意します。まあ、ここまでね、きちっとしてると自分の体調の変化に気づきやすいんですよ。調子の変化に気づきやすいです。まあ、例えば私はね、こうやって YouTube で喋ってますけども、ものすごくね、喋りがいけてない時ってあるんですよ。その時ってのは1日のコンディションが崩れやすいんで、早めに修正できるんですよね。で、そういう風にしてるかなっていうところでございます。それがね、やっぱ思いついたままにやるのが在宅の良さみたいに思っちゃうと、これは健康どんどん壊れます。体っていうのはやっぱりね、この時間に何をするっていう風に体内時計を調整しながら生きてるわけなんですよ。でも時には深く寝たり、時には短く寝たり、時には食事を取らなかったりとか、めちゃくちゃやってると体はめちゃくちゃになります。私たちはね、意識を持って自分の体、コンディションを作っていけるわけですから、その意識を持たなければどんどん体が壊れていきますよね。そして修正が本当に難しくなってきます。例えばね、健康状態が悪くなっちゃった時って、じゃあ規則正しい暮らしをしましょうって言っても、精神的に受け入れられなくなったりするんですよ。でも関係ないだろそんなこと、とかね、何を食べてもいいだろうみたいな、これはいいだろうみたいな。で、どんどん悪くなっていくんですよ。で、悪くなってもう戻そうともしないんですよね。いろんな理屈つけちゃって、そうするとビジネスも壊れていきます。コミュニケーションも壊れていきますっていうふうに私は考えてるんですけどね。本当のことは分かんないですよ。人それぞれなんかもしれませんし、ただ私はいろいろと考えてこねくりました結果、規則正しい暮らしを送れるっていう、この型がね、守れるってこと。空手とかでも型が大事なんですよ。基本動作型があって、それこそ道場に
おざーすっていうお礼をして始める、雑巾がけをする、そんなことに意味があるのかって思いますよ。今の時代雑巾がけなんてする意味がないんですよ。ただ雑巾がけをすることによって自分のコンディションとか床のコンディションとかがね見えるんですよ。そして一緒に雑巾がけをしている人が昨日とどう違うのか、今日とどう違うのか、こういったことにも意識が向くんですよね。だから気づけるんですよ、お互いに。今日ちょっとなんかおかしいんじゃないのみたいな、ちょっと腰痛めてんのみたいな、なんか考え事してるだろみたいなのが分かるんですよね。だから徹底的な型を作ることっていうのが、私は自由を勝ち取った時に一番大切なことだと思うんですよ。一番大切なこと、型を作ること。自由ってのはその自由を壊さないためのフォーム、型があるんですよね。それを壊すとせっかく手に入れた自由を手放すことになっちゃうんですよ、だから行き詰まるっていう言葉があります。それはですね、自分の行動の限界点なんですよ。行動が壊れてきて壊れてきて、体もどんどんね、なんか大きくなっていったりね、ちょっと肥満したりとか肥大化していったりとか、自分の健康状態に悩んでしまうっていうのはもうすでに基盤が壊れてるところだと思うんですよ。だからそれが要するに行き詰まるってことなんですよね。もう新しいコンテンツとか新しいサービスができないと、しまいには有料で販売したはずの商品の追加のコンテンツ提供も負担に感じちゃったりするんですよね。なんかね、お金もらったから仕方なくやるかみたいな、そんな精神になってくるんですよ。あれ危険ですよね。辻褄合わせのためのコンテンツ提供になっちゃうんですよ。だったらもうね、お金を受け取ったもの全部返して、ちょっとすいません、スタートした時ほど気合がなくなっちゃったんで今回は返金させてもらいますみたいな感じで終わっていかないとね。例えばね、オンラインサロンとかやってて、提供する意欲がどん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 増していくはずなんですよ。もっといいものがあった、もっと素晴らしいものがあった、もっといい実績があったみたいな感じでね。でもどんどんね、やるのが負担になっていくっていう時点で、もうなんかそのコンテンツ提供の信頼を本当は書いてるなんですよね。受け取る方は感じてないかもしれませんけども、そしてお金を払ったんで全てをね、全員に、ね、好意的に解釈しようとするのがオンラインサロンの参加者さんなんですけども、提供する方がもうね、質が落ちてるっていうのは分かるんですよ。もう気合が入ってないなとか、少なくとも健康状態が悪い状態で、健康状態がいい時以上のものが出してるわけがないですからね。だからそこまでね、私は考えて速化塾っていうのを運営してます。でまさに速化塾っていうのは2013年から運営していて、あらゆる面が私は金銭的にも精神的にも体力的にも全部向上してるんですよ。だから数年前のコンテンツよりも今日のコンテンツの方が絶対にベストだって思ってる、その繰り返しでやってるんですよね。それも規則正しい暮らしを手に入れたからできることだと思います。2013年とても規則正しい暮らしではなかったですからね。めちゃくちゃでした。16時間勤務した上でネットビジネス活動ですからね、それはめちゃくちゃですよ今はね、本当にすっきりとしっかりとやらせてもらってるかなってことです。本日は以上ですけどね、いかがだったでしょうか。何か感じることがあればまた返信お願いします。